無事到着しました。お疲れ様です。着きました。でか荷物で。でこれがワンダーレイクですか。あそこにある。僕らが目指す湖。はいはい、この辺で地滑りが起こってると、うんうんうん。バスに朝一で乗ってここまで行きます。うん、でこっから歩いてここを目指します。ここが80キロ。疲労、はい、痛み、はい、寒さ、暑さ、痒さ、空腹、全部。押し寄せてくると思います。福袋です。で、大事なのがこの辺です。クマスプレーね。クマスプレー。あ、いた。匂い嗅いでる。怖いな。だから最後に飲む酒うめえんじゃねっていう話って感じ。おはようございます。すごい回ってきてバッチリ。寝れましたか。全然寝れ。5分ぐらい寝れました。本当ですか。なんかやってたら全然時間がなかったな。え、久米屋さんも5分ぐらい。これは30分ぐらい寝たと思います。マジっすか。配分を間違えました。着いたぞ。ここまで。Hey, let's go.なんか昨日まで東京いたの信じられないですね。ラジオの収録してましたね。あ、ポッドキャストの収録して、で羽田中野大河のポッドキャストベストパーソナリティ賞取ってましたもんね。おめでとうございます。ありがとうございます。先輩ですもんね。あ、僕はだから大賞です。ちょっとそこが違います。すいません、はい、ごめんなさい。すいません。大賞とベストエンタメ賞2冠です。運命の差が。うわ、蜂いる。やだなこの蜂。ここで刺される。うん、ちょっとへこみますね。もうさっき俺なんかもう殺そうとした。全然違う。優しさが人柄出る。これもタイガですかね。木の名前っていうか植生。植生。タイガの中にラックスブルースとホワイトスブルースとか何個か種類があって、うん、そこに生えてるやつらのことをタイガ。タイガっていうんだ。背の高いクリスマスツリーみたいなやつらをタイガ。はい。なんか愛おしく思えてきたな。Yeah. Okay.Sounds good. Have fun. Yeah, appreciate it. Have a great day. Ciao. Hey. Where are you guys from? Tokyo. Yeah. Are you guys doing a movie? Yes. About traveling? Yes. Denali? Yes. Well, hi. My name's Paul. I'm a camper bus driver for Denali National Park. I always bring veggies with me. Oh, a little bit of everything.This here is bok choy. Oh. Come back here and just sign up with me. Usual. Ah, what?
guys have a good trip. Yeah, you too. Safe travel. Years away from bears at all times. Never approach a bear. Never run from a bear. Carry bears' prey. Make noise and hike with others. Yes. Expect to encounter grizzly bears in this area. このエリアでは、グリズリーベアとの遭遇を予期してください。この先が地滑りで入れないと。なんで迂回路、臨時の迂回路ができているんで。これで行くと。この時期この迂回路で行くやつなんていないと。だから多分迂回路までを楽しむ人はいると思うんですけど、この道に戻ってその先まで歩こうとする人はいない。Go。Let's go。まだまだ。2時です今。あ、え、2時なんだ。山が深くなってくると熊が近距離で熊と近距離で遭遇しちゃうリスクがあるんで、人間の音を出しながら行きましょう。通ります。なんかだんだん怖くなってきたな。みんな熊スプレーはすぐ出せる状況にありますか？はい、あります。 OK、 確認。周辺に目を配って動物の動きがない。してらんないっすね。ライチョウ？あ、2匹いるんだ。2匹いますね。これハマりましたね。ハマってんな、これ。あれ深いっすよ。深いと思います。来たね。アラスカ来たね。これか。どうにかなんないかな。まだこっちの方が浅そう、うん、浅いところを繋いでいった方が。スマホ今どこにあります？スマホ今ここにあります。まあ大丈夫、うん、ただクラウデルの木ならそんな深い。足を取られる可能性があるからガチンコになってきましたね。一応、まあ、ここだと大丈夫だと思うけど、一応この全部ストラップを外した状態で。あ、外した状態、ね、転んで流された時にもうカバン捨てて泳げるようにという。了解です。ここ突然深い。おお。よし。きた。よっしゃ。うわ、これ早く乾いてほしいな。もう気持ちよくない。靴がね。右側の結構深そうですね、これ。ね。ね、もう一回渡んなきゃいけないから。もう一回渡んなきゃいけないんじゃないですかね。ちょっとシビアな川になってきてる気がする。うん。なんか、あそこを狙いましょうよ。はい。いかちいな。焦らず。そのまま真っ直ぐ。そうですね。ゆっくり足入れてみましょうか。なるほど、なるほど。あ、でも
あんまりこう水面を見てるとバランス感覚失うんで。了解です。遠目を見ながら。冷たい足が。さっきより全然冷たいぞ。全然冷たい。はい。はい。So we actually met a bear. Really? A grizzly bear. You have two river crossing over there. Yeah. Really? Just like a little further. Yes. And you have like 1 kilometer walking. Uh-huh. It was like a pretty young one. Might be like 3 to 4 years old. But yeah, he was kind of like curious. Be careful. Kind of sneaky because he jumped right behind us, like 10-15 meters away, just behind us actually. Really? Yeah, but just watch out. Like, just take care. Okay. Thank you so much. No, thank it's you. Very important. Thank you. Thank you. Bye. Bye. すぐ近くにグリズリー。グリズリー。しかもグリズリーでしたね。よし、気をつけていきましょう。お、行きましょう。オーケー。じゃあちょっと大きい音をマジで立てながら、はい、行きましょう。怪しいなここ。いや怪しいね、確かに。すごく怪しい。気づいたらまた、うわ、まただ。オーケー。こっちだ。あ、クマだ。うわ、クマだ。思いっきりクマじゃん。しかも進行方向逆ですね。うん。で、そんなにあれじゃないですか。でかくない。てか子グマだね。うん、まずいな。まずいですね。子グマがいる時が一番危ないっていう話です。母グマが近くに守ろうとするから。怖いっすよね。なかなか上がれそうにないっすよ。どっかでもあの辺はもう本当に地図で見ると道路がすぐ近くなんで上がりやすいかなって。離れてっちゃう可能性ありますね。ここの上がった方がいいか。小さい沢行ってみてもいいかもしれないから、はい、行ってみましょうか。行ってみましょうか。ちょっとやぶこぎっていうか、はい、ややハードウェイになると思う。おい、うわうわえうえうわ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 泥人間になっちゃった。修復不可能だ。いてててて。今までと違う疲れ。全然登ってなかったからな。くれー。頼む。道であれ。うん。きた。きた。うわ。よかった。よかった。着いた。今5時半。5時半。ちっちゃい靴乾燥し。やりましょうか。乾かしましょう。行きましょう。はい。ほら。修復した欲しいのなら、この国を知る。今7時夜のちょうど。これで7時なんだ。
ション上がってるわ。完全に完全にテンション上がってるわ。これこれな。疲れてるっすか。疲れてるかも。急ごう。よいしょ。テンション上がってるんじゃないんだ、疲れてるんだ。疲れてるんです。疲れの兆候です。ですね。典型的な。危なかったです。ええ。はい。There's a bear like way out there somewhere. Bear? Yeah. Yeah, but like it's like far, far back. Oh, really? Yeah, but it's cool. It was cool? Close, we, like, to the road. Cross the road? Mm-hmm. Yeah, yeah. This road? Mm-hmm. You might see him tomorrow. Really? Yeah, mm-hmm. Probably. Is it grizzly? Yeah. Yeah. Wow. How large is it? It was big. It was pretty big. Yeah. Hey, but you got your bear spray. You're ready. And we've been playing music the whole time. That's why we play the music. So that's why. Yeah. So like we don't just sneak up on a bear. It's clever. Mm. Yeah. Why are you traveling in Denali? We work here in the park. Really? Mm-hmm. Mm-hmm. He works with the buses, you know, like where you get the tickets. That's what he does. So nanda. Yeah. And I do a gift shop, and she makes food for the employees. Really? Yeah. Tough なんだ。ここで働きながら歩いてる。いいっすね。Where are you guys from? Japan. Japan. Hell yeah. How far are you guys going in overall? We're gonna go Wonder Lake. Oh, wow. Wonder Lake? Oh yeah. Hell yeah. How many nights in total? Three nights in total? Yeah. Oh, nice. Today is day one? First day. Yes. Very nice. I took a break. Our feet hurt. Mm-hmm. Oh, really? Walking a lot. Yeah. Wonder Lake's gonna be far. Mm. Yeah. Very far. Very far, yeah. Oh. Oh my god. Yeah. You guys got quite the trek ahead of you. Yeah. Mm. It'll be a journey. Oh, yeah. Oh, yeah. But we really want to see Wonder Lake. Yeah. Yeah. It'll be worth it. Really? Yeah. Where are you guys going? Unit 10 tonight. It's just like past Toklat? Yeah. Okay. Yeah. 頑張ろう. Okay. Yeah. Meet you. You too. Thank you very much. Good luck. Thank you. Have a good walk. Thank you. Good job. Thank you. どんなあれやばいやばいやばい、きつかったきつかった。ちょっと休憩していいですか。休憩しよう。終わりが近づいてくるにつれてなんか、もうすぐもうちょっとっていうのがどんどん、うん、来たな割と全身、足もふくらはぎも腰も肩も首も痛いです。やっぱグリップ効いてんだよ。効いてねえな冷たい。もう景色も超いいじゃないですか。こんなとこで目覚めたら最高じゃん。最高や。雲乗ってきそうだけど。ああね。じゃあカバン下ろしてテントそれぞれ好きなとこ張って飯の支度します。よし。飯は僕に任せてください。1日目
ゴールです、ね、お疲れ様です。普通に酒飲みて体中痛えなあ、肩がもう肩がだなバカじゃねえのってぐらい体痛え大丈夫大丈夫大丈夫完了。中いるわ。刺されたな。あそこがテント場なんですけど、テントの場所から風下に100メートルほど離して調理場を設けるというのが決まりになってるんで、ここで調理します。まずはお湯を沸かすという。それはなんで風下に100メートル。熊ですね。テントに食、食べ物の匂いにやっぱり熊が来ちゃうんで、うん、食べ物と人間の存在を関連づけるっていうことを一番避けないといけないというのがデナリの一番重要な多分ルールだと思います。今10時ぴったり、うん、すごいけどめっちゃ明るいけど、ちょっとこれをかも、この線のところを目指さないといけなくて、で閉じてお腹に入れちゃってください。湯たんぽのようにお腹に入れる、はい、洋服の中に。保温ですか。保温です。ほい、でこいつです豪華よ。本日カレーやばーかけ4でやばーで、逆に甘口にしました。逆にね。はい、スポンサー大丈夫ですか。いろいろあると思いますでもカレーなら大丈夫です。カレーなら大丈夫です。カレーとすればカレー作ってます。作ってますカレーです。オラも食いたいよっつって甘口好き。人生最高レストランランクイン入っちゃうかもしれない。出たことない。お、すんげえシャクトリムシみたいなやつ。私もカレーが食べたくて来ましたけど。ちょっとこもってるみんな。ここはあれですか。ただで食べれるみたいな。いけそう。早く食べたいな。来た。爆よだれ案件だわ。おいで。あったけ。まずあ、ありがとうございます。一口いっちゃってよ。え、もういっちゃっていいですか。いただきます。しなくていいの。しする。しるしる。僕のは紙で。誰だ。だから。どれ、シャクトリムシなの。クマなの。私はよし、じゃこれピコさんに。はい、ありがとうございます。いただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。うますぎうますぎてます。ちょっと地味にうますぎる。いただきます。うん、あー美味しい。うまそうだな。甘口だ。甘口正解。こういうことだったんだ。これなくなっちゃうな。荷物軽くなるよこれ。いいねこれ。めっちゃ重いやつ。こっからテントと飯を食った場所と生産角を描くようにもう100歩。
熊が奪えない状態にしなきゃいけないんだよな。なんか一番タフそうな木にくりつけましょう。あのさ、俺のことさ、舐めてんの？ずっと見てるけどさ、もうそんなの一撃っしょ。クマ、これ持ってかれんのかな？一撃っしょ。一撃なんかな、これ。俺のことさ、舐めてんのか知らんけどさ。これ一撃？その可能性は確かにあるよな。俺めっちゃ強いよ。なんかブーリー、もやいが、はい、クマはほどくのが苦手って言ってましたよね。苦手って言ってたよね。もやいにしますと思うじゃん。苦手と思うじゃん。もやいもいけるよって。もやいけるよ。いい感じですか。とりあえず1日目が終了しました。なかなか体が痛いです。でもめちゃくちゃ楽しかったです。明日も頑張りましょう。調子いいです。